竹原春仙が、絵本百物語より、の鉄砲や鉄砲は、江戸時代の祈願集、絵本百物語にある妖怪。外見は狸、リス、ムササビのようで、北国の山中の谷間や森の奥に住んでいるという。絵本百物語の本文によると、夕暮れになると人を襲って、行き地を吸うという。人を襲う時にはその人の視界を奪うというが、 絵本百物語の本文によると自ら人の顔に覆いかぶさって目を塞ぐとあり、同書の差し絵中の文章では口からコウモリのようなものを放って人の顔にかぶせるとある。これらを防ぐためには懐に巻き耳を入れておくと視界を奪われずに済むという。絵本百物語の本文によれば、マミという獣が置いて妖怪化したものがの鉄砲であり、 コウモリが置いて妖怪化したノブスマと同一であるとも言う。マミとは、タヌキの衣装だが、江戸時代の百科事典、和漢三歳杖絵では、タヌキとマミは別々の獣とされている。またノブスマとは、ムササビやモモンガのことでもあり、このムササビなどもまたマミと呼ばれたことがある。妖怪研究家、ただかは、これらが混同された結果、 のデッポは人を襲う際に自ら人に被さるのではなく、口からコウモリ状のものを放つという妖怪めいた伝承が生まれたとの説を唱えている。またただかつみは一方で、のデッポは一旦木面の同種であり、人を襲う際には視界を奪った隙に持ち物の食料を奪い取るとの別説も述べている。ありがとうございます。